ハリガッツです。皆さん、最強の矛と最強の盾があったらどっちを取りますか？それで今回は全ポケモン防御種族種ランキングを見ていきたいと思います。では関係ないけど、各種族種の最強ランキングは概要欄に載せておくので、よかったら他のを見て、どうやけどよかったら最後まで聞いてやってください。全ポケモン防御ランキング。防御力が高いほど攻撃を受けた時のダメージが少なくなります。いまいちピンとこないと思うので、だいたい防御力は120あれば相当高いと言われています。まずは第5位、ボスゴドラ、パルシェン、メガヤドン。防御種族値はなんと180。パルシェンは殻を破る戦法で未だに環境にいますよね。いや、マジでこいつ強いんですよ。続いては第4位、クレベース。防御種族値はなんと184。続いては第3位、ハガネール、ネジロック。防御種族値はなんと200。そして第2位、ツンデツンデ。防御種族値はなんと211。ツンデツンデは前作のサンドムーンでも相当環境を荒らしていたみたいですね。そして全ポケモン防御ランキング1位は3体います。メガボスゴドラ、メガハガネール、ツボツボ。防御種族値はなんと230。高すぎる。てかツボツボの種族値めっちゃ面白いんですけど、守りに特化してて他はないに等しいぐらい低いんですよね。痛いのは嫌なんで、防御力に全振りしたいと思います。というわけで、全ポケモン防御ランキングについてでした。それでは本日のハルカットイラスト紹介コーナー、今回はこちら。うわ、かわいい。なんか頭赤くなってんね。え、てかこれ大丈夫？トレスじゃない？平気？まあでも書いてくれてんだから。そうだね、ありがとうございます。Twitter のハルカットイラストハッシュタグでまだまだ募集してるので、動画に載ってもいいって方はじゃんじゃん書いてツイートしちゃってね。また同じく Twitter で夏休み最後の動画で質問コーナーをやるので、ハッシュタグハルカットに質問をつけて、よかったらツイートしてください。チャットでもご動画をしようと思ったらチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッディー。